泊まるお部屋でございます。何怖いのよ。めちゃめちゃ綺麗。すごいよ。なんかあれだね、おしゃれで今っぽいよ、ね、こう床がこれ畳じゃないから。そうなの。でベッドよ。そうなんですよ。イエーイ、やったぜー。ふぅえ、こうなるのよ、ここ。じゃあそういうテンションに、ね、温泉とかもちょっと楽しみでございますけども、せっかくなんで温泉も入りたいなと思います。温泉の許可が降りたので、はい、今から温泉入りたいと思います。やっとこさ。今回は特別に、バスタウンで入らせてもらいます。はい。いただきます。
塩つけた方が美味しいじゃん、うん、ね、黄身がすごい濃厚。あ、そう、うん、大風呂敷かなって書いてある。なんだろうね、ちょっと開けてみよう。かわいいね、うん、明日お土産屋さん行くのも楽しみだな、ね、これは、あ、多分甘い系ですね、これは。ほら、もう蜜と、これもこの形状のあれ見たことあるね、お餅系っぽいね。なにこれ、山陰の味、餅の上に梨蜜をかけてご賞味ください。あ、梨がほら有名だから、うん、普通の黒蜜とかじゃなくて梨の蜜なんだ、美味しそう、絶対美味しい。これ梨の、これもいいお土産だわ。あ、これも絶対買ってこう。この風呂敷のとこで食べないときな粉がこぼれるやつね。きな粉の美味しさが多分勝ってる。失礼だろ。きな粉がうますぎて。うん、あ、でもいるね、梨。そうなの、これ梨だよね。うん。来た。後から。後追いできてる。うん、後追い梨蜜。最後にあのすっごい後ろの方から、うん、あ、走ってくる。何それ、うわ、めっちゃいい匂い、開けたらやば。20世紀梨のキャラメル、有名よね、20世紀梨。見えてるからね、ゆきゃ。わあ、すごいでしょ、こんなお部屋の香りにしたい。いい匂いだね。これ食べれないやつ、外がオブラートじゃないやつ、 ね、オッケーオッケー、あったね。あるのよ。わあ、これはもう戦闘員なしが来てる。こんな感じの、なんか白い口に入れる前にもういるから、だからフライングしない。確かにフライングなし。おいしい。わあ、おいしいね。あとなんかすごいの、これだ、ネギ豆腐と豆腐チクワ。豆腐チクワ。どっちがいい？どっちでもちぎって食べる。あ、そうね。棒がちょっとあれだ。棒NG なの。そうですね。うん、やめて。ちぎって。ちぎるか横に。横フルートみたいに。うん。
類かの炙り焼きとかもあるよ。すごいね。美味しそう。ね、このパッケージめちゃくちゃいいよ。おお。私はスルメイカ的なのでホタルイカ。え、珍しい。珍しい。これホタルイカがスルメイカ状態にペタンってなってるじゃん。うん、干してるんだから。あ、美味しい。手島さんはまだ寝ております。おいしそう湯豆腐、最高です。いただきます。